よろしくお願いします。本日はアズティックラフズセブンティーズアニバーサリーアイドルライブお越しいただき本当にありがとうございます。ありがとうございます。1曲目はですね、はい、私たち知ってる方もいるかもしれないんですけど、中海電力の CM に出てまして、はい、そうなんですよね。その CM で、はい、キャノチェって恋模様っていう曲が、ね、はい、使われてたんです。そうなんですよ。 そしてあの私たちその中海テレビさん の、はい、情報番組パルディアっていうのがありまして、はい、そこにもですね毎週レギュラーで出演させていただいておりますので、はい、よかったら、ね、中海テレビ映る方ね、見てみてください。はい、お願いします。ということでね、今日はセブンティーズアニバーサリーということで、はい、とってもおめでたい日なので、最後まで皆さんと楽しく盛り上がっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで早速ですが、次は3曲連続で聴いていただきたいと思います。それでは聴いてください。夢を叶えられたら明日を
らしていただいて本当にありがとうございます。はい、ということでね、うん、今回あのラフさんにねゆかりのあるアイドルさんたちがたくさん出演されているので次のね曲がねラストになってしまうんですけれども、ありがとうございます。ありがとうございます。最後ね一番盛り上げて次につなげていきたいなと思いますので、はい、皆さんの方がよろしくお願いします。お願いします。そこでですね、はい、うん、私は今日ちょっと新たな試みに出ようと思いまして、そうだね、最後の曲はあの、うん、アドバンテージっていうね、うん、皆さんおなじみの曲だと思うんですけど、はい、ちょっと聞いたことある人、はい、あれ正直者が少ないな。あありがとう、ありがとう、ありがとう。まあね、皆さん知ってるってね、いうことで、うん、あの曲の途中で、あの、はい、ななかさんが、はい、あの、うん、大好きだよっていうとこね、うん、あると思うんですけど、はい、あるんですけど、あそこを今日ちょっと、皆さんに大好きって言ってもらおうかなと思って、うん、皆さんに言ってもらいたいなと。そう、みんな私のこと大好きでしょ。あーもういい子いい子いい子、何何よ、あー知ってる知ってる。だから、はい、そう、あそこちょっとね、うん、そうありがとう、ちょっと、ね、知らない、ね、人もいるかもしれないから、ね、ちょっとね一回練習しようかなと思います、うん、あのねリズムは、うん、よそ見しないで抱きしめて飽きてるくらいの愛で大好きだよ、そうそう、そう聞いてほしいんです。もう大好きって言ってくれればもう大好きだよだろうが好きだろうが何でもいいので、そう大好きでもいいし好きだぜラブとかでもいいから腹の底から叫んでいただければなと。2番のねこっち終わりかな、途中かな、はい、ぐらいにあるのでぜひぜひ言ってくださると嬉しいです、はい、あとね最後ねあの拳を上げる振りもあるんですけどよかったらね皆さん合図するのでぜひ一緒に拳を上げていただけるととっても嬉しいです。はい、お願いします。はい、ということでじゃあ早速一番盛り上がって終わったので皆さん大きな声出してくれました。イエーイ。アンディどう、今の声ちっちゃ、あ、怒ってるよアンディが。ちっちゃ、もう一回皆さん声出してくれました。イエーイ。どう、まあ、うん、でもね、うん、今ちょっと溜めたってことは、うん、大好きは次出すってことかな。そうそうそう、はい、お腹痛いよ、お腹痛いよ、大丈夫。はい、じゃあそんな感じで、はい、最後一緒盛り上がっていきたいと思います。それでは聞いてください、アドバンテージ。君が好き私の愛を受け取って、君が好きその答え今は、諦めることなんてできやしないよ、だって私たち